総社市と広島県福山市を結ぶ茨鉄道が今日開業25周年を迎えました。地域の貴重な移動手段として西日本豪雨などさまざまな苦難を乗り越えての25周年です。開業から25周年を迎えた茨鉄道の茨駅では今日から記念の鉄印や入場券セットなどの販売が始まりました。1999年の1月11日に開業した茨鉄道は総社市と広島県福山市の 41.7 キロを結び、これまで延べ2600万人余りが利用してきました。鉄道を取り巻く環境を厳しい状況を迎えてきましたけれども、逆境こそ勝機のチャンスと捉えまして、我々も地域の皆様と一緒になって頑張ってまいりました。開業からの1年で124万人の利用があったものの、その後は計画の半分程度と厳しい経営が続いてきました。2018年の西日本豪雨や翌年からの新型コロナの影響により、2020年の利用者は過去最低となる84万人まで減少しましたが、現在は新型コロナの5類移行による利用者数の回復を見込んでいて、沿線街の利用者を呼び込もうとラッピング車両、戦国列車の運行も行われています。いろんな話題作りを通して、少しでも沿線外からもこの茨線を利用してこの地域を訪れようという方が増えていただけるように、努めているところです。沿線の交通手段として存続するためにも、茨鉄道ではさらなる経営努力に努めたいとしています。